はい、こんにちは、矢田部です。今ジュニアユースとジュニアのチームのセレクション、また今説明会もやるんだけど、説明会は今度21日土曜日19時と、はい、あと29日の日曜日の19時、はい、この辺メインね、徳丸さんがメインで動いてくれてます、はい、セレクションに関しては今回のゲーム会9月の14日にあります。ここね、結構やっぱり体験のつもりで来てくださる方も多い、はい、でもね、実際それ間違ってないんですよ。来月の10月の12日第2土曜日19時、はい、あとは11月の9日の第2土曜日19時はセレクション兼ゲーム会兼体験練習会でやるつもりでいます。なので、あの申し込みフォームの時点でちゃんとセレクション希望っていうチェック項目つけるんで、はい、あのその辺はチェックつけてもらえればそのつもりで見ます。とは言ってもね、ちゃんとあの親御さんたちの理解ご協力いただける、で本人のやる気があるなっていうことでもう OK にしちゃうつもりいるので、気軽に来てもらえればと思います。あの人数が多い分にはね、2つのチームに分けるっていうのもちゃんと考えてるんで、安心してね、試合は全員出します。出さないってことはしないです。で土日でちゃんとあの前回の合宿みたいな形で全員にチャンスを与えながら常にやっていく、はい、これはもうコーチたち共有してます。で怒鳴らない、切れないコーチが、はい、あ、たまに切れちゃうかな。たまにはね、本当に悪いことした場合はちゃんと怒らないといけないからね、はい、まあ、そういうのはあります。でも基本的によくわからないね、感情論、根性とかっていうのはないです。頑張れとかないですよね。そう、俺頑張るなって言うから言ってたよね。言ってました ね頑張るなってサボれってでも勝つからね、はい、しょうがない。頑張りすぎは良くないっていうのは、まあこれはね、ちゃんと来てもらえば分かると思う、はい、ちゃんと順序立てて理解して正しくやることが大事なので、ただ頑張れっていうことは言いません。ちゃんと技術を教えます。でちゃんとサッカーの戦術も教えます。どこに行っても恥ずかしくないサッカーにします。じゃ世界でも通用するよ、マジで。おー、それは嬉しいね。ね、はい、だから J カップ行きたかったら行きゃいいし、ね、セレクションも受けていいから、その辺は柔軟な対応を見せますので、ぜひお越しいただければと思います、はい、チャンネル登録もお願いします。